ゴーチェラでのナンバーアンダーライン、アイアイの演奏に、突如現れたジャクソンワンとは世界を驚かせたコラボレーションの真相、ジャクソンワンの衝撃的過去、オリンピック選手から K-POP スーパースターへの転身ナンバーアイとコラボしたジャクソンワンって何者ゴッドセブンのメンバーと平野翔との関係性がやばすぎる。ヒューチャリング作品をで発表で完全世界進出か カリフォルニア州で開催される世界最大級の音楽フェスティバル、コーチェラバレーミュージックアーツフェスティバルでのナンバーアイのパフォーマンスと登場したゲストに大気な注目が集まっています。4月14日、モハベステージでアメリカを拠点にアジアの優れた才能を世界に向けて発信する音楽レーベル88、ライジング主催の8ライジングフューチャーズステージに、 日本から夜遊びをはじめとして新しい学校のリーダーズ A ウィッチさんが勢いに溢れたパフォーマンスで温めたステージにナンバーアイが間を持たして出演しました。ステージ上のビジョンにナンバーアイとアーティスト名が表示され、平野市さんがドスの効いた声で勢いよくシャウトし、アメリカのオーディエンスを沸かせました。 神宮寺優太さんがまずは一バース君の想像はか遠くの上とラップ初の海外ライブの1曲目として披露されたのは日本からこうを目指すというメッセージを力強く伝えるラップソングの富士でしたハンドマイクを持った3人は巧みな英語で観客を煽り平野さんは半端じゃない数を連れてけるように足し鍛え上げて今会いに行くというフレーズを自らの足や腰を指さしながら 今会いに来たぜ、と変えてラップナンバー愛の有限実行ぶりを見せつけました。続いて神宮寺さんがネクストソングイズゴートと紹介すると、会場をさらに沸かせるにふさわしい非常に特徴的なイントロが会場に響き渡り、デビュー曲ゴートのパフォーマンスがスタートしました。メンバーたちはマイクをヘッドセットにチェンジし、パワフルなダンスでオーディエンスを魅了しました。 神宮寺ゆ太たさんが強烈な低音ボイスで放った Now This Is My Masterpiece というフレーズの後には会場から大きな歓声が湧き上がりました。2曲の切れ味あるダンスとラップでオーディエンスを引きつけ、簡単とも取れる一瞬の静寂が全体を包んだその時、突如ゴット7のメンバーであり、ソロアーティストとしても活躍しているジャクソン・ワンさんが登場し、ごとリミックスを披露し、 巧みなアレンジを加えながら歌唱ラップダンス初の海外でのライブがこちらという壊るべき実績を残してしまったナンバーアイですがそこで突如現れゴートダンスを共に踊ったグローバルアーティストと呼ばれるジャクソン1とは一体何者なのでしょうかジャクソンは香港出身で韓国のボーイズグループガット7のメンバーですマルチリンガルとして知られており中国語、朝鮮語、 英語が話せることで活躍しています。幼い頃にフランスに住んでいた時期があり、当時はフランス語も話せたとのことです。ジャクソン1はアジア大会のフェンシング金メダリストの父と体操の世界選手権王者の母というスポーツ選手の間に1994年に香港で生まれました。実際のところ、 専属コーチやアジア大会で金メダルを獲得した実力を持つ父のもとでフェンシングのトレーニングを開始し、香港ジュニア代表チームに所属し、アジアジュニア金メダリストに輝いた。その後、才能が認められ、スタンフォード大学の奨学金を得たものの、これを辞退しています。フェンシング選手として活躍していたことで、学校内の目立つ場所に写真が飾っており、 その写真に目をつけた JYP のスカウトチームがスカウトし、ジャクソンは本気で歌手になりたいと思い、そのことを父に打ち明けたものの、当時はロンドンオリンピックを目指していたため、猛烈な反対を受け取ることになります。その後、ジャクソンは父を何度も説得し、アジアチャンピオンになることを条件にオーディションを受けることを許可され、その後、ジュニアアジア大会にて無事金メダルを獲得したことで、 オーディションを受けることが叶い、JYP オーディションに見事合格し、2011年に K-POP 界のスーパースターを目指して、韓国ソウルに渡りました。しかし、2年半にわたって韓国の事務所や JYP エンターテイメントで練習生として励んだものの、オーディションにはことごとく落ち、いつ香港に帰ってもおかしくない状況だったといいます。2014年、 そんなジャクソンに天気が訪れます。1月1日、JYP エンターテインメントがボーイズグループガット7のデビューを発表し、ジャクソンも無事そのメンバーの一人としてデビューが発表されたのです。そして現在までにリリースした12枚のアルバムは韓国のガールバムチャートで1位を獲得しており、アリーナワールドツアーも行う最人気系ポップアーティストの一人にまで上り詰めています。 さらに2017年に立ち上げた個人事務所チームワンを通じてソロとしても活動を開始させ、現在はグループよりもソロ活動に力を入れており、中国国内でシングルを数枚発表した後、英語のデビューアルバムミラーズをリリースしています。同アルバムは世界中で億を超えるストリーミング再生記録を残すなど異常な人気を誇るアーティストです。 日本で知られている韓国人アーティストといえば、まず BTS の名前が浮かぶかと思いますが、世界的に見れば、ジャクソンは BTS とも名を並べるほどに知名度や人気がずば抜けているのです。世界各国で知名度を誇るアーティストは、意外な国でも活躍を見せており、他でも CM などに引っ張りだこなのです。2023年には、 バンコクの知事と共にゴミの分別を呼びかけるイベントに参加しており、グローバルな存在感を示しています。このような多様な活動や功績を持つジャクソンワンさんとのコラボレーションは、音楽界に新たな風を吹き込み、ファンを魅了しています。これからもナンバーアイやジャクソンワンさんの活躍に期待が高まります。彼らの次なる挑戦やプロジェクトが、 どのような形で世界に届けられるのか、今後の展開がますます注目されます。